お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。ラットです。そして、ボンジュール。ボンジュールだ。ちょっと待って。ということで、僕、焼き鳥、ダニ、バイセン、オズニキ。で、かっこ、まあ、石粒で、かっこ、剣詰めしはお休みですね。はい。今日、はい。アンテナお休み。瀕死状態。ポケセン行ってる、ポケセン。はいはいはい、で今日はね、はい、久しぶりのファブコラボで、まあ、何しようかなと思って、うん、そうなんかマルチ最近動画も出しててすることなかったが今日はファブ全員を分からせようっていうので、まあ、ここにいる3人にね、まあ、BO1 で1戦ずつ勝負挑んでボコしていきたいなと思います。はい、で最初はまあ最初やっぱり1回勝ちたいじゃないですか。だから一番楽なオズニキから行こうかな。とりあえずの安牌攻めや、うん、そうとりあえず安牌オズニキから行こうかな。他のゲームガチ勢お前言うてない言うてない。はい、ということでオズニキと、まあ、ちゃちゃっと一戦終わらしたいと思います。舐められたでしょ。これかな、オズニキにはこれでいい気がするから、これかこれか2択なんですけど、悩むな悩むな。でもオズニバルサか、あちょっとちょっとどうしようかな。違う、分かんない分かんない、俺は分かんない俺は分かんない。じゃあ変な勝手で違う話しないで、別のパーティー行くんでない。大丈夫大丈夫。ちょっとこれ YouTube だから、あのこれ YouTube ダメだからさ。ダメだろ、ダメだろ、マジで。俺は分かんなかったからいいけど、バルスしか出てこなかったからいいけど別にね。よし、ってことでね、こちらでオズニキをね初戦ボコしたいなと思います。オズニキ、よし、久しぶりですね、バトルは。やるの久々やな。よし。よし。正直、はい、オズニキにはあんま負けないみたいなところある。それな、なんか。はいはい。10回したら2回ぐらい負けるかなぐらいですね。よいしょ。はいはいはい。オズニキはまあ楽勝ですね。まあ、オズニキ重量級しか使わないんでね、インフェルノタワーとインドラ入れとけば余裕で。やめろ、それ。オズニキが高回転とかイメージねえわ。はいはい、おいしいおいしいおいしい。ペッカですね、この人は。オズニキは、ユーノコウモリ吹き矢の最近流行りのテンプレのライドラ入りのペッカデッキですね。あれミラー、ミラーだったり。あれいや、間違いなくみんなやあれ、いや、オズニキでもこれは分からせるチャンスだぞ。そんな、まあまあまあ、あはー、痛いよ。いいライトニング、いいライトニングですね。いやー、ミラーやん、もうめんどくさ。ミラーはだるいさ、しかもハイボードライトニング違うっていうので、ライドラ処理できないけども、まあそんな甘くねえよな。何それ。ペッカリペッカリババコア入れてみましたみたいな、知らないっすか。ペッカにババコア入りあるんですよ今。オズニキに行ってもダメだからそれ。あ、オズニキわかんないか。違うデッキ詳しいから。ガチバックに乗るやめて。本当にこれな、意外とシービューだよな。なんかこの吹き矢もね、めんどくさいんですよね。さあ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 、ドン。痛いよー。ユーナ強いよな、マジで。ユーナやばいよな、なんか突進ずるい。そんなこと言ったらもう元もこもねえけどな。これね、これやばいんですよ。ライドラが強すぎて、これでこれだけでいい。本当に？マジでマジでマジで。おお。うん。めんどくせえライドラ。焼き鳥今日のバーベキューどうだった？焼き鳥美味しかったわ。いやそれは面白くないんだけど。何を求めてるの？やめてね。焼き鳥マジで最低やで、ね、本当に。何がマジ、俺とのデートの約束をもう捨てて友達とのバーベキュー取りやがったからな。あとは遅かった、ちょっと言うなら。いや俺早かったって。いや俺2日じゃあ3日連続でお泊まり約束あの裏切られたからね。3日連続で拒否られるなんかある、うん、ないでしょあんま。やっぱまだラットとはちょっと静かにして。すぐそうやって止める、そういうとこやぞ。これライドラ強いのでも。あー、ちょっと待って。あれあれ、ラットラット、いや事故、ちょ待って。まさかやばい、まさかあんなにオズニキをバカに。ちょ待って、ちょ待って、最悪。ちょ待って、
ちょ待って、はい、全然必勝、事故だわ、みんなでボコしたのでもう、えぇ、ー、襲いかかっちまえこいつを、ラット弱くねってコメント欄にバーって書かせて、ちょ待って三十種出してないわ今一回も。え三十種だ。いやそんな気がした。魔法が三十でしょ。あれ？いや今のは正直焼き鳥のせいでなんかそっちになんか持っていかれすぐ人のせいにするからな。確かに焼き鳥。それな。ではあるな。なそこですね。はいってことで次はね、まあ我らがね、エースやエースダニニキダニニキダニパイセンをね倒したいなと思いますが、パイセン何使うかな。いろんなの使うから、うん、焼き鳥だったらディガポイントクラスしかないんですけど、パイセンマジで何でも使うんですよね。ラバもホグもバルーンも使っちゃうから静かにして、それラバリアな事故だから、お前手を野宿な事故だからよしよし、じゃあパイセンこれだな、はい、で焼き鳥にはこれでボコしたいなと思います。僕分かんない。じゃあ潰しに行くっていうから。ちょい。ちょい。ワンチャンピー入るから。本当に。しかも焼き鳥の動画だったらもっともう全部ピーやで。じゃあ後でしてからさ、後で。後ですんな。俺の動画でもすんな。はいってことでね、次ダニパイセン勝負。僕は最近流行りの、まあ、強いデッキで、まあ、勝ちに行きたいと思いますね。よいしょ。これでデッキがだいぶ縛られましたね。縛られました。あ、ちょ焼き鳥マジで毎回思うんですけど、がめちゃくちゃ好きな、バカにするんで、焼き鳥会話してたら毎回、それただやばいやつや、毎回言ってくるから、毎回言ってくるから、ただやばい、ちょ暑い暑い暑い、シャツ一枚なのに暑い、静かにして、寝たんじゃない？さあ集中していこう。これは今流行りのあのデッキですね。まあこれは今流行りのあのデッキですね。一方ダニ選手は、まあ僕はペッカですね。なんだろう、おこれはまさか今流行りのあのデッキですね。いや言いたいだけやん、絶対言いたいだけやん。今のデッキ知らんじゃ、あの静かにしてください。本当にマジ危険を察知した。今流行りのデッキは違うから、俺らの中では。さあさあこれな、ロリババ版かザップ版かどっちか分かんないですよね。これ今ラバル割とこの形の方が多かったりするよね。てかラバルなんかな。いや結構入んない。いやラバディガだと思いますね僕は。おラバディガや。いいディガ。これがね強いよね本当に。結構入るけども、ここ相手はロリババだからこのやりこぶが強い。オッケー。うまく抑えていくと。しかしここは感電で以上と。大きいね。インダイ。以上と。もう一発。よいしょ。まあまあここまではまだ分からんといったところですかね。ライトニング強いな。それな痛いっすよね。ポンプ意味ないもんね。だいぶ前まではエリポン1ヤードだったんだけど、そうライトニング取れてもうそれで1ヤードだったからね。でもなんかねエリポン強すぎなんですよね。勝てるだけやんけ。そんなこと言わないそうなんですね。この人さっき見た展開の逆バージョンですね。2体側にすぐ、あー出たよそれ。マジでこれライドラだけで処理されるからな、マジで。さあここを止められるのか。逆転やなこれ。うわー、あいい位置にディガーが飛んでった。うまい、いいザップいいザップや。いや苦しい、これは苦しいけど俺も苦しい。苦しいけども、あーいや言うてアイゴレが強いな。あそれ惜しい。はい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 、パイセンパイセン、やっぱそういうところですね。パイセン僕にはやっぱまだ勝てないですね、パイセンのも。今のは惜しかったな。今のはディガー出さずにデコマズンやな。恐れけ。ラット潰しに僕は先輩だからとて許しませんよ。先輩だからとて。あんまりそういうとこで一人。はいはい、よしよし、まあ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 。分からせましたね。まあ本当はこれはまあオズニキみたいなもんですけどこれ。オズニキみたいなもんよ。よしよしよし、まあこれで1-1ですね。何しとんねんダニアン。うん、ここでじゃあまあラスト弱小が来た。大将に任すとき大将に。よし。ファブこれでエースと言われたこの。じゃあ静かにして。隠れエースと真のエースと裏のボスと呼ばれた。ダニアン。どれもねえ。まあ、ラットどうせ3種しか使えんからな本当に。3種かあれでしょ。どうせあのミラーでしょ。はいはいはい、僕はもう。じゃあ一回書いた。クロス使おうかな。
どうぞ。シエンクロスかな。どうぞ。シアクロスかな。ジャイサンシかな。いや。おい読まれた。ディガボイにもクロスにも強いデッキがジャイサンシですね。わからせとるわ。よいしょ。さあ焼き鳥選手とフルボット久しぶりやな。僕一回練習の時に焼き鳥グラチャレっていうのをクリアしたことがあって そんな昔の話持ってくる。お互いにそのフルボットやるんですけど、それ昔の話じゃない。そのどっちが3敗するまでに12勝できるかっていうので僕それ成功したんですよね。だから12勝2敗で焼き鳥に対してなクリアしてしもうたんやな。過去の話やな。そんなごめんな話や。それ興味ないわ俺の記憶には。そういうところやな。緊張してやっちゃうよ俺。やっちゃうよ。さあ、はいはいはいと。おい、お前無能か。いてえ。はいはいはい、わかりましたよと。はい出たー。はい、わかりましたよと。ジャイやジャイ。ジャイ。ずるくね。ジャイはチートだよな。でもこれロリババさ、やっぱ強いよな。ロリバ、ロリバ強。ロリバ強い。よいしょ。よいしょ。で、頑張れ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 。よいしょ頑張れ。うわ、すぐそうやって逆サイドってくる。ああ、小島ママ走れ。やりこみ優秀。やりこみいて。あ、プリンスも頑張ってる。頑張るな頑張るな頑張りすぎだって。よしよしよし。いやーでもなこっからやな、やっぱ。しんどっ。すぐそうやってスナイプしてくるやん。悩むなこれ。まあ言うても楽勝ですね。あーファイボーにしてきたね。立ち悪いわ。嫌い、マジで嫌いになるわ焼き鳥のこと。サッシュしか使えんからなら。とマジでサッシュしか使えんやん。いやいや、おー全部サッシュだ確かに。よしよし。偶然なんですけどねそれは。いやサッシュしか使えないんだろ。行っちゃっていいんだぞ。さあ行っちゃうよ。焼き鳥の声でちょっとむせと。おい俺の場所に禁断症状出さんでくれる。ん？何やりとり。やばい、ロリバはちょっと短くね。オズニキみたいになっちゃった。いや、それはオズニキがかわいそうやで。先輩で一応、一応先輩やで。ごめん、ごめん、オズニキ。一応先輩やった。マジで泣くよ。いや、オズニキ、それはちょっとないっす。あ、おかわりした。やっとくね、焼き鳥やっとくね。ああしゃしゃったんじゃねんか。ほら昨日も言うてなんですよ、ね、やったく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 ね、うん、謝ってくね。それはすぐ潰しにかかるからな。終わったくね。いやー刺さらんすね、なかなか。いやー言うてめんどくせえな。うーん、こっちのセリフないの。そこ、うわ、何今の気がさせるかな。よいしょー、いい年。いやすぐそういうことする、すぐそういうことする。本当にまずい、まずい。ほらー、よいしょと思うやん。あー、もう俺終わったわ。俺の策が、俺のせっかくの策がと守られた。ワンパンで持ってこせるからな。なるほどなるほど。気づかんでしょ今のは。マジな、多分回ってなかったらマジで積んでたわ。積んだ。積んだくね。よし、これロイゴス出して、これにちょっとね相手にユニット咲かせたいですね。許容の舞。あー立ち悪。あ、ミスった、あ、ミスった。やばい。うわ。ナイスのプリンス。やばい、おしゃれプリンス。おしゃれプリンスいった。やばい。まずい。ヒール4枚いけ。くーくーカリ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 。待って待って。やばい、襟。まだまだ、まだ落ち着く。まだ落ち着く。俺は。まだ落ち着く。これで5同時にやりたいもんね。ファイブ打ちたいよね。だってヒールが来るよ、ヒールが来るよ、ヒールが、あー来ちゃったー。
ゴブリめっちゃ頑張る。あんなんだあのゴブリめっちゃやばいやばいやばい。お互いやばい。お互いやばい。駆け引き駆け引き。待て待て間に合う。間に合います。よいしょ。くわ。こう黄色いけ。よしよし。さあ残り40秒来ましたね。チャンスが。はい、ワンパンしますよ、ここで。もう守れるかよ、マジで。さあ、あ、これ許容していいんですかね、許容して。あー、許容しちゃうの。あー、はい。おい、まあ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 。一人で勝手にはしゃいでたわ。危なやばい、まずい、まずい。つやばい、やばい、やばい。やばい、やばい、待て、落ち着け、落ち着け。お前は生きろ。よし、いけるいけるいける、ヒールヒールヒール、いけるいける、引き分けだけはちゃう。おーい、おーい、おーい、引き分けかよ、引き分けかよ。いやでもこれ勝ちたかったな、こっちとしては。いや俺も勝ちたかったな、勝ちたかった。一生いっぱい打ち分けってめっちゃいい、めっちゃいいと思うよ。じゃあラストワンちゃん、ケンツがログインしてたら、あ、ログインしてるわ。お、これは行くしかない、行くしかない。キャプテンにこっちは託そうか。よし、ってことでキャプテン倒しに行こう。よし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 、勝負挑んでくれるか。これで拒否られたらどうしよう。まさかの拒否。今石粒でポケセンいるからな、回復中やから。強くね、強くね。HP フルやん。フルやね。あー、拒否された。まだまだ回復中だった。まだ回復途中だったか。てなんか、もう終わりだな。ボールの中やわ。お米さんがいたらね、そのハブの監督ってことであったけど。ケンツとお米さん別の動画撮るじゃん。うん、キャプテンと監督に分からせるって。や、焼き鳥動画でいいや、それは。はい。じゃあ終わるか。終わるか。じゃあラスト、最後に焼き鳥からね、はい、一言もらいたいなと思います。はい。まあね、この私焼き鳥もね、 YouTube チャンネルをやってるので、ね、ぜひそちらの方でね登録をよろしくお願いしますと。はい、まあ、自分で言っちゃいましたね。まあはい、まあ先ほど焼き鳥言ったんですけど、一応ね焼き鳥のチャンネルも貼っておくんで、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。好きあれば宣伝やから。はいはい、ということでね、まあ、ファブコラボまたできたらいいですね、集まった時に。久しぶりに集まったからな。はい、はい、てな感じで今回終わりにしたいと思います。バイバイ、バイバイ。